おはようございます。速稼塾の久保です。なんかこっち明るいですね。まだ朝日がすごい角度で差してますからね。まあこんな朝っぱらからですね、私の顔なんて見たくない方もいると思いますけども、まあ私はですね、この誰もいないところでもこうやってマイクとカメラに向かって喋るのが唯一の社会との接点ですんで、まあ、一人でもね見ていただければ嬉しいなと思って報告を連絡します。私もですね、今20店舗ぐらいね、生涯で店を閉めたんですよね。で、潰した会社は6社というね、多分会社を潰した方ってあんまりいないと思いますし、勤務してる会社が潰れたって方もあんまり経験がないと思うんですけども、まあ、私はこう閉店してきたりとか会社を閉めてきた方なんでですね、自分の意思で、もしかしたら人に恨まれてるかもしれませんね。まあ、その中でですね、倒産したとかね、閉めてきたからこそ分かる手を出してはいけないビジネスとかね、なんでそれがいけないのかということを今日は一つの業種に絞ってお届けしようかと思います。それはですね、何かっていうと、おはようございます。何かっていうと、これ飲食店なんですよ。飲食店は絶対にやってはならないんですよ。経営者も辛いし、それから従業員さんにもこの貴重な人生のですね、ものすごく何年とか何十年という期間をですね、無駄に過ごさせてしまうことになります。まあ、あえて言わせてもらいますけども、無駄に過ごさせてもらいますよ。過ごさせてしまいます。で、飲食店をやってしまうと、なんでねそんな悲惨な状況が訪れてくるのかということなんですけども、私のですね、力量がただ単になかっただけなのかもしれませんけども、広島市内本通り周辺とかね、堀川町とかね、あの超中心部ですよ、山田電機があるあたりとかね、昔ウィズワンダーランドとかあったあたりなんですけども、今ドンキホーテになってますけどね、あのあたりね、お好み村の1階とかですね、本通りの、まあ、どこだったっけな、今アシックスビルの2階とかね、あとは的場町とかね、ウィンズ、競馬のウィンズの向かいとかに店舗、飲食店をかなり出してきました。焼肉屋の限りとか、丼屋のどんなもんやとかね、でレジャーの麻雀、オープンリーチとかね、出してきましたけども、全部今閉めてますね。で、なんでねこれをやってはならないのかということですよね。ドンカ塾のはい、私はですね、まあ、まずはですね、訪問販売からネットビジネスまで15年間ありとあらゆるビジネスを経験してきました。その上での見解ですから、私の偏見も入ってるかもしれませんけどね。でもその中で、基本的に飲食店というのは絶対に勝てないビジネスモデルだということ、もうこれはね、もう断言してもいいかなと思います。飲食店をやって幸せになる方ってほんの一握りなんですよ。で、今日はその飲食店、どの飲食店の種類をやればいいか、勝利がつかめるかということもお話していきますね。まずは客観的事実からお話していきます。結論はもう先ほど言いましたけど、飲食店は地獄というね、絶対やってはならないというビジネスモデルなんですけども、そう、毎月20万30万の給料もらって30年をね棒に振る人生ですよ、はっきり言って、で、客観的事実から言ってですね、新規開業パネル調査っていうのを、まあ、2016年締めの部分も、ね、あるんでね、拝見したんですよ。これはね、調査期間5年間を例にとったものなんですけども、2011年から2015年まで、全業種をですね、全業種、あらゆる業種の廃業平均率、廃業率の平均ですね、これがね 10.2% なんですよ。どんな商売をやっても1割は廃業してるというね、この5年間で。そういうことなんですけども、ただですね、飲食店、それから宿泊業というのに限ると廃業率は 18.9% で跳ね上がるんですよ。まあ、私も観光事業やってますんで、宿泊とか、ね、飲食はあるんですけども、まああったんですけど、正確には、まあ、この 18.9% の潰れた方に入ってしまいましたよね。で、全業種を通じてこの廃業率ってのは、飲食店っていうのは一番、ダントツ一番なんですよ。まあ、ちなみにですね、2番が意外なんですけども、情報通信業なんですよね。で、3番目が小売店っていうね、結構潰れてるのが小売店さんのような気がするんですけども、実は1番は飲食店なんですよ。こういうデータがまずですね、飲食店経営の難しさを物語っています。だから飲食店をされる方っていうのは、まず一番最初にこの事実をね、認識して、これに立ち向かっていく力があるのかどうかということを自己分析する必要があります。まあ、大抵の人はありません。自己分析した結果、ないということに気づくんですけども、自分の力量を測れない方が飲食店をやってしまう例も多いんで、できるだろうみたいな思っちゃうんですよね。では、どんな理由で飲食業が勝てないビジネスモデルなのかというお話をしていきますね。例えばですね、まあ、名店とかね、チェーン店とか大資本店っていうのがありますよね。なくなっちゃったよね。で、こういうね、大資本店とかチェーン店ですら数年単位で入れ替わっています。でも
逆にですね、なぜか郊外の寂れたノウハウもないような家族経営のね、薄汚れたといったらあれですけども、中華料理店が30年40年続いてるんですよ。なんで飲食店が勝てないビジネスモデルかという話をするときに、こういうふうな続いてるビジネスモデルもね、中華料理店みたいなのもあるよっていうことを最初お話しておきます。で、全体の分析に戻りますね。まず飲食業界の優等生から今分析していきます。外食産業の売上高のトップっていうのは、すき家とかね、中魚を運営する全商さんなんですよ。ここの売上高って5400億円なんですよね。案外小さいんですよ。まあ、一見大きな数字に見えるんですけども、外食産業全体のですね、市場規模が25兆円あることを考えると、たった 2.4% しかこの全商さんみたいな怪物ですらね、シェアを取っていないんですよね。全然独占でもないし、寡占でもないんですよ。で、さらに外食産業のトップ10企業の売り上げを合計してみましょうと。上から順番にね、その全商さん他10社を合計するとどうなるかっていうと、2.2 兆円しかないんですよ。これでもね、 2.2 兆円全体の 8.7% のシェアしか取れてないんですよね。で、こういうふうに独占的な企業がないっていうことは、いかにですね、外食産業が毎年毎年多くのプレイヤーが入ってきてですね、新規参入してきて競争に敗れながら敗退していくというね、いわゆるレッドオーシャンであるかってことが分かると思います。で、こうしてね、大手外食チェーン店が倒産することもある一方で、先ほどお話したあまり美味しいとも言えないようなね、中華料理店がなんで20年30年30 40年と続くのかということなんですよ。まあ、皆さんのね、お宅の近くにもあると思うんですよ。昔なじみのいわゆる、まあ、町中華というやつですよね。例えば親子孫と3代で常連ですよっていう風なね、そんなね、アットホームな地域密着型の町の中華屋なんですけどね。なんでここが続くのかということは、理由は3つほどあるんですよ。で、今日は1個だけ紹介しますね。それはですね、人件費がほとんどかからないということなんですよ。で、これね、外食産業では FL 比率ってのがあるんですけども、ご存知ですかね。FL なんですけども、 F はフード、食材のですね、原材料費のことです。で、FL の L はレイバー、人件費のことですよね。で、これを F と L を売上の 55% 以下に落とさないと採算が合わなくなって経営が傾くと言われてるんですけども、だいたいこの FL 比率がですね、どんな飲食店でも7割とかなんですよ。だから絶対に潰れていくんですよね。で、そこを計算して飲食店やろうかやらないかなって考えてるのか、それともノリでやっちゃうのかってことがもう全ての始まりなんですよね。でも、先ほどお話した町中華っていうのは、この FL 比率どうなんでしょうかということなんですよ。で、家族経営のそういうふうなね、町中華、近所の中華屋さんっていうのは、例えば前日のディナーの残り物で今日のですね、お弁当とかランチメニュー、日替わりメニューっていうのをこう作るんですよ。だからロスがないですよね。一皿ごとの仕入れの原価とかも細かく計算できますし、まあ臨機応変メニューをね、変えたりとか特別メニューとかね、あと大盛りとかね、臨機応変が毎日できるんですよ。で、アルバイトもシフトありきのチェーン店とは違って、あ、純子さんおはようございます。アルバイトもね、アルバイトさんとかもシフトありきのチェーン店とは違って、家族や子供の手を借りたりね、融通が利きやすいんですよ。おじいちゃんおばあちゃん手伝ってもらったりとか、奥さんが経理をしたりウェイトレスをしたりね、娘さんとか息子さんが中学生高校生になったらやっぱお手伝いしたりね、小さい頃から手伝ってくれるっていうところはありますよね。じゃあ家族系の中華料理をやろうかなと、で、ここで思った方は 100% 失敗します。どういうことやと言うでしょう。チェーン店も潰れる、大手資本も潰れる、あ、途中さんおはようございます。で、町中華は安泰だよって言った後で、じゃあ町中華やろうかなと思ったら、それは潰れますよって言ってるわけですからね。どういうことかっていうんですよ。で、私は今ここまでお話しするのはね、飲食店は絶対ダメですよって言いました。飲食店のシェアはね、すごく低くって、レッドオーシャンですよと。で、勝とうとすれば町中華にしか、その人件費 FL 比率の低い町中華にしか勝機はないと言ったんですけども、じゃあ飲食店をやりたいと思った人がね、じゃあ町中華やろうかなと思った時に、あなたは失敗しますというのは何でかってことをお話しておきます。で、ここでね、受け止めてほしいのは、実はですね、町中華をやったら成功しますよって話じゃなくって逆なんですよ。
ここまでお話した中で最強のビジネスモデルはそのいわゆる町中華、これは間違いないんですけども、ただですね、あなたが参入をしようとする飲食業界で町中華をやろうとしたらですね、あなたが勝たなければならないビジネスモデルにその町中華が立ちはだかってくるということなんですよ、いわゆるですね、これね、東京大学大学院の入学試験に合格するぐらいの困難さです。それ以上かもしれません。まあ考えてみていただきたいんですけども、毎年ね、飲食店っていうのはチェーン店がかろうじて駅前とかにいくつか残るんですけども、突然オープンした謎の居酒屋とかって、すぐに姿を消すわけですよ。チェーン店もすぐに撤退したりします。で、一方ね、同じ証券にある町中華とか中国人が家族で経営するような中華料理店っていうのはなぜか残ったりしてますよね、再度申し上げますけども、ここであなたが考えなければならないのは、チェーン店を相手にすることでも大手外食チェーンを相手にすることでもなくって、そういうふうな競合が叶わなかったこの小さな家族系の町の中華料理店に勝たなければならない、そのための作戦を持たなければならないってことなんですよね、飲食店っていうのはやっぱりね、参入障壁が意識的にも低いんですよ、で、あなたもすぐに始められます、でもですね、あなたが例えば飲食店を始めました、その飲食店が不振だったらそのままライバルもいないままなんでしょうけども、でも例えばあなたがフレンチの店をボーンと出してですね、一発当たりました、儲かりました、すごいなと、さっきの町中華とかチェーン店をしのいであなたのフレンチの店が当たりましたって言ったらどういうことになるか、あなたのフレンチの店が繁盛したらどういう現象が起きるかっていうのはこれからお話しします。それはですね、お、あの地区ってのはフレンチの店が当たるんだなということが全国に知れ渡ります。全国のベテランの飲食店経営者に知れ渡ります。オーナーさんに知れ渡ります。ということで、あなたのフレンチの繁盛店の近くには後追いでですね、マーケティングリサーチをしっかりしたフレンチの店がボン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 立ち並ぶんですよ。要するにですね、乱立してレッドオーシャンに結局なるってことなんですよね。つまりあなたが飲食店を繁盛させればたちまち終わりなき消耗戦の始まりということなんですよ。皮肉なことにあなたが飲食店をヒットさせるとあなたの飲食店の周りっていうのは飲食店だらけになってもう太刀打ちできなくなるってことなんですよね。本当の消耗戦で疲弊していきますということです。で、結論の方に入っていきましょう。そろそろ飲食店は味ではないってことを残念ながら思い知る必要があります。もともと味の感覚っていうのはすごくあやふやでですね、例えばあなた自身も味の好みっていうのは今までの人生どんどん変わってきたと思うんですよ。体調の変化でも味覚は変わります。で、気分でも一緒に食べる人でも天気でもね、気温でも味覚っていうのは変わっていくんですよ。で、三つ星の店でも五つ星の店でも倒産しますし、商店街のサイトもないようなね、食べログにもないような広告も出してないような営業許可もあるのかなないのかなっていう風なね、もぐりの素人のおばちゃんの店が30年以上続くわけですよ。あなたが例えばね、あなたが申し訳ないですけども、いくらグルメぶっても飲食店ってのは味ではないんですよ。この現象を見たら、だから味で勝負なんていうことはね、中には残りますよ。中には全部ではないですけども、すごくわずかです。味の感覚ってのはお客さんはですね、すぐに飽きるし、すぐに慣れるし、すぐに変わるんですよ。もう飲食店の常連になるのは非常に難しいわけですよね。で、逆の立場を言えば、飲食店で常連をつかむのは非常に難しいです。つまりね、外食はプロのビジネスなんですよ。脱サラした人が退職金でポンと始めれるようなものではありません。で、外食コンサルタントさんっていうのがね、いっぱいいると思うんですけども、私は結構ね、これ疑問で、外食のコンサルタントさんっていうのは味にこだわり出した時には、もうね、その店は終わってるんじゃないかなと思いますよね。ライバル店と戦うことを示唆するコンサルさんもちょっと危険なのかなと思います。見る目のあるコンサルさんっていうのはね、まずは多分飲食店をビジネスとしてやらないことっていうのを最初に指摘するべきなのかなと思うんですよね。飲食店が本当これ勝てるビジネスモデルはないんですよ、もともと。で、そう思うとですね、飲食店っていうのは、地獄の始まりということはね、お話した通りだとは思います。私もそれを知らずに飲食店をね、20店舗も持ってしまって、本当にね、1年とか、2年も経たないうちに全店をね、閉めることになりました。閉めるのも大変ですよ、本当に。お金もかかるし、退店費用もいるし、閉める処理っていうのにね、
まあ、売り上げは生じないんですけども、奔走しなければなりませんのでね、もう二度とはやりませんね。もしやるとしたら、利益が出なくてもいい形の店をやります。もう余力でというか道楽で、お客さん一人も来なくても自己満足でできるような飲食店をやっていくと思います。それではですね、今日の放送は以上ですけども、皆さんいかがお感じになったでしょうか。広島はおばあちゃんがやっているボロボロの店が30年以上続いたりします。そうなんですよね。この前ね、神奈川っていうね、江田島の方に行ったんですけども、そこのお好み焼き屋さんってまさにね、誰もこう通りがかりの人が認識できないようなボロ屋なんですけども、申し訳ないですけども、そこはね続いてるんですよね。不思議なことに衛生管理とかほったらかしなんだろうなと思うんだけども、事故もないまんま30年続いてるわけなんですよ。あとこれはね、宣伝になりますけども、まあ、そこがねどうこうってわけじゃないですよ。もう もう名前忘れたな、宇品にあるね、森山フードじゃない、なんだったっけな、なんかねスーパーの隣にある赤月っていううどん屋さんは1杯100円ですおすすめですスーパーの横にあるんですけどね。そういう感じで今日の放送は終わっていこうかと思います。飲食店はやっちゃダメよということでございます。飲食店は本当にね、地獄と引き換えですね。私はその飲食店をね経営することも、拘束時間も長いですしね、その体力的にも苦しいですしね、やるべきではないんじゃないかなと思います。飲食店をやってハッピーになる方って本当に少ないですよ。まあ、やるなら町中華なんですけどもね。で、最後のコメントを読ませてもらいます。大手であること、チェーン店であることがアドバンテージを取ることが難しくなってくる。そうだね、ホワイト企業はブラックな個人経営にかなわない。そうなんだよね、家族経営の個人経営店って超ブラックですからね。だから家族だから許されてるみたいな感じもありますし、まあ、家族だからこそ臨時休業もできたりしてね、リフレッシュも図れるんだと思いますけども、やっぱりね、図体の大きいチェーン店とか大手資本の店っていうのは、従業員さんのなんかね、皮肉な話なんですけども、従業員さんの都合を中心に経営がなされてるんですよね。実はアルバイトの方が試験休みだよって言ったら一斉に休みますからね、みんな同じ時が試験なんで。ほんで社員が出ずっぱりとかになりますしね、アルバイトさんがとんずらしたりとかね、本当にそういうことが起きますね。はい、で以上でございます。今日も朝早くからありがとうございました。